えー、石破さんは既得経営にとらわ,われないのがいいとこだと思ったんで、いきなりだけでかいしてるところを見ると、自民党の病に向かうんでしょうかあ、そうなんだ。まあでも、ある程度仲良くするというのは必要だと思うので、で、あの、ぶっちゃけ今回の閣僚、超どうでもいいと思うんですよね。まあ結局その、総選挙があって、総選挙の後に閣僚を変えますっていうの多分なると思うので、なので今は論考交渉の状態なので、割とまあ、適当にやればいいかなと思ってるんですけど、 その小林隆之さんと隆市さんが、その、書手誤ったなと僕は思っていて、あの、結局その、あの、論考交渉をする上で、全員に平等にポストを配ることはできないんですよ。まあ、要するにその、あの、党で配れるポストというのが決まっています。で、そこの、あの、要はその中、じゃあ政調会長ですとか、幹事長ですっていう、そのポストという人事を配置するというのが総理大臣のメリットなんですけど、で、それを、 そのトップの高石さんとか小林高之さんが断ってしまうとそうするとそこの派閥にはもうポストを配らなくていいよねってことになっちゃうんですよ。で、結局その自民党の全員にポストを配れないとするとエコひいきは必ず発生するんですよ。要するに味方に対してポストを配って自民党内の敵に対してポストを配らないっていうのをやるとそうすると石破さんを支持しているとポストがもらえるから既存の ところはみんな石破さん支持になるんですよ。いや、ポストがもらえるから。まあ、あの、いろんなこう、あの、利権がもらえるから。でも逆にその石破さんのところに、ポストもらえません。石破さんとは仲良くしてませんってなると、もうこっち側にぶら下がってる人が、利権がもらえなくなっちゃうんですよ。なので、なんかその、小林さんでもいいよね。高石さんでもいいよね。で、別に林さんでもいいよね。加藤さんでもいいよね。誰でもいいよねって思ってたけど、まあ、なんとなく高橋さんにぶら下がりましたとか、なんとなく小林高石さんにぶら下がりましたっていう人が、ずっと干上がるんですよ。 で、どれぐらい引上がるかっていうと、あの、安倍首相第一次の政権の時の2位って石破さんだったんですよね。で、そっから石破さんが自民党総裁になるまで5回。だから20年。<laughs> だから20年間で、ね、あの、まともなポストにつけなかったんですよ、石破さんは。そうすると、あの、今、高市さんとか、小林高行さんの下についてる人は、下手すると20年間ポストが得られない可能性があるんですよ。 で、あの、石破さんって、その、裏切るとか、味方を後ろから切るって言われてるじゃないですか。で、あれを石破さんをバッシングしてる人たちが言ってるんですけど、これを高市さんと小林さんは、今それをせざるを得ないんですよ。要するにその、役職をもらってない。もらってないけど、本来自民党はこうするべきだよねっていう、石破政権の文句を言ったりとか、ここが良くないよねと指摘をするっていうのは、 あの、言い方を変えると、見方を後ろから切りつける行為なんですよ。で、それポストがもらわなくて、自由に発言できるポジションを取った。ということは、結果として、その石破政権に対して文句を言い続けるという、党内野党のポジションを取るということになるんですけど、 でもそれってその石破さんを攻撃するときに皆さんが言ってらっしゃった味方を後ろから切りつけるっていうのと同じことをこれからやろうという主張ですよねっていう。なのでかなり厳しいと思うんですよね。結局その石破さんが短命なので石破さんがこう降ろされた後にじゃあ帰り咲けばいいよねっていう感じで多分石破さんと仲良くしないという選択を取ったってことだと思うんですけど。 その構造として二階さんとか麻生さんに力があった時代というのが今回明確に終わったので、そうすると、その、じゃあ二階さん、あの麻生さんっていうところが支持をしていた高市さんがうまくいきませんでした。なので、で、石破さんは石破さんの方で割ともうその他の派閥をまとめてしまいましたってなると、ちょっとそれをひっくり返すのがかなり状況と難しいと思うんですよね。 仮に島さんが一回選挙で負けましたってなったとして、高橋さんだったら選挙に勝てるのか 小林孝之さんだったら選挙に勝てるのかってなると、結構微妙っていうのが、あのもう世の中には知れ渡ってるわけじゃないですか。なので、石破さんのなんかね、政権はそこそこ長く続いちゃうんじゃないかなって気がするんですよね。で、その後多分石破さんの後に、じゃあその林嶋佐さんが行きますとか、なんかそれなりにこう自民党内で、まあこの人だったら納得できるよね、みたいな形の人が行くとすると、要するにその、 高市さん、小林さんというのを排除して、味方を良くするっていうエコ品域がより悪化するんですよね。要するにその、全員を幸せにすることはできないので、味方を幸せにするということは、イコール、味方じゃないやつを不幸にするっていうことによって、その差ができるんですよ。 なので、その、成長会長を自ら断るとか、広報部長を自ら断るってことによって、その、エコ引きされない側を選んじゃったので、結果としてその、エコ引きされてる人でずっと幸せになってグループが回って、で、そうじゃないところはずっと不幸なままっていう、そこの構造をなんか自分たちが選んじゃうっていうのが、やっぱなんか長期的には考えてないのかなっていう気がするんですよね。 むしろその、石破さんの中でこう、手下風な感じでポストを奪い取って、その石破さんが配ることができるポストというリソースを減らすというのが、石破さんのエネルギーを弱める上では重要なんですけど、それをやらなかったっていうのはなんか、あの、戦う上ではもったいないなっていうふうに思うんですけど。え、次回の解散総選挙、どうなると思いますかうん、割とでも、日本人は、あの、 その、なんか、過去のことを結構忘れてしまうので、でも裏金の問題何も解決しないし、で、統一協会の問題も別に解決しないよねっていうのがあるんですけど、でも多分岸田さんよりは支持率が高い状態で,で、じゃあその立憲民主党がめちゃめちゃなんか期待できるようなことをやってるかっていうと、代表制をやって野田さんが勝った。でっていうくらいで、特になんか立憲民主党に期待ができる要素が増えたわけでもないんですよ。 なので、大して変化しない結果になるかなと。で、大して変化しない結果なんですけど、でもまあ、自民党を大敗してないよねっていうことで、多分自民党がそれなりにまた政権を続けていくっていうことで、現状で、その、あの、ちょっと前までだと維新がずっと伸びてたんですよ。なんかあの、議席数10%伸ばすとか、割と伸びてたんですけど、なんか、今のところその維新の伸びはもう止まったかなっていう、 期待感だったりするので、なのでそうすると立憲民主党も伸びないし、維新も伸びないし、で、国民民主党は存在感ないし、で、まあ、令和が多少伸びて、共産党も多少伸びて、で、N 国党はもうなくなるのかなで、賛成党もなくなる感じあ、そうかあれ、参議院だからま、一応いるのか。っていう感じで、で、日本保守党も多分もう、ダメでしょうね。<laughs> いやだからその、なんでさ、みんな、揉めたがるんだろうね。 あの、高市さんと高市さん支持者の言ってることと、あの、日本保守党って言ってることは割と近い位置にあるので、あの、僕がそこら辺のキャスティングボードを握ってたとしたら、多分日本保守党は高市さんと高市さん支持者に対して友好的なポジションを取るはずなんですよ。 で高市さんは今もは自民党にいたら、そんなにあのいい目にあえませんよ。なので、その日本民主党であの政治家を増やして、じゃあそういう発言をする政治家を増やした方がいいよです、なるはずなのに、なんか高市さんが雑巾掛けからスタートするんだったら、なんか下っ端として使ってやるよみたいなことを、なんかあの日本保守党の百田さんが言ってて、で、そのなんかそれをあの、そのいつもの小判ザメのおばちゃんがなんかこう笑ってちょっと突っ込んでるみたいなのがあって、 そ,そこ敵対してどうすんのっていう。<laughs> あの、思想としては多分ね、一番近いと思うんですよ。自民党のその一番右の人と日本をしとっていう。なので、ここがね、組めはね、その自民党を割と大きく動かせる可能性があると僕は思っていて。要するにあの、他の政権、まあ、あの、フランスだと中道のマクロンさんがいて、左派と右派がいるんですけど、日本の場合って、右派と中道が自民党なんですよ。 なので、右派と自民党が中道の状態から右派を切り離すっていうのをやると、中道だけですと。で右派がじ、じゃあ、保守党的なもの。で、さあの、立憲民主党みたいな形で、割とその、右派が右派として存在感を出せるはずが、出せる可能性があるのに、えそこ敵対すんのみたいな。<laughs> な,んかなんかね、やっぱね、長期的にね、その、こうした方がうまくいくよねっていう、絵を描くことができる能力がないのか、何なんだろうね。 多分、その、みんな自分好きなのかもしれないね。<laughs> なので、その自民党としては、その高市さんと高市さん支持者みたいな右の人っていうのもずっと自民党の中に残ってもいただいた方がいいので、なので、あの、基本的には高市さんを総理大臣にしない方がいいという判断じゃないのっていうのを、あの、どっかの、前回か、前回の大阪で言ったんですけど、なん,かなんか、そう、そういう意味でいくとなんか、結局、右派の人も自民党にいたのまで、保守党はそのまま潰れていっちゃうのかな、 僕ね、結構ね、保守党伸びるんじゃないかって予想してたんですよね。結局その日本で本当に真右の政党がいないんですよ。で、日本の場合って自民党が、あの、右の主張をする人が自民党の中に内包されてるだけで、実体政策として右の政策は出さないんですよ。なので、実はその、右っぽい見せ方をしてるけど、あの、右のための政策をやらないっていうので、ずっと買い殺しされてるんですよね、右勢力って。 これって実はあの、左翼勢力も一緒で、じゃあその左翼勢力の原発反対って言って一生懸命言って、じゃあ政治家が原発反対しますって言って、その政治家に投票してるわけじゃないですか。あれも買い殺しなんですよ。要するに政権取れないで、その原発をなくしたいって言ってる人が政治家を作って、で、その政治家は年収3000万と通信1000万で4000万もらうみたいなのをこうぐるぐるやってるだけで、なんかその、 原発なくしてほしいよねとか、じゃあそのなんかもうちょっとあのこう経団連みたいなのの,のそんなの派遣なくしてほしいねとか、その左翼的な思いというのを全て受け止めて、あの議員の歳費にして政策にはしないっていうので、こうエネルギーをどんどん消化してるんですよ、左の人たちと左の政党は。 で、右の保守もそうで、じゃあその、あの、もうちょっとそのなんかあの、外国を攻撃できる能力があった方がいいよねとか、スパイ防止法を作った方がいいよねとか、その、右的にはこれやるべきだよねとか、憲法改正とかっていうのがいろいろあるんですけど、でもそれでこう自民党に投票するんだけど、でも実際自民党がそういう法案を出すかっていうと、やらない。憲法改正するかっていうと、やらない。みたいな。なのでそのエネルギーがどんどんこう消化されるっていう、そこでなんか、お前ら食い物として利用されてるぞって僕は思うんですよ。なので、その、 日本保守党みたいなのができると、そこはじゃあその憲法改正発議をするとか、なんか発議案を出しますとか、じゃあそのなんかあの、じゃあそのスパイ防止法の法案を出しますとか、っていうので、スパイ法防止法の法案を日本保守党が出したときに、自民党がそれに対してどうリアクションするかっていうので、それは作らなきゃいけないよね。じゃあここを変えることで通しますなのか、スパイ防止法なんていらんのじゃスパイ天国にするのじゃってなるのかっていうので、自民党の存在感が揺らぐ可能性があるんですよ。 なのでその保守党みたいなところがちゃんと法案を出せる能力があった方が、実はその右の人たちにとっては良い社会になる可能性があるんですけど、でもなんか <laughs>、やらないよね。<laughs> 自分好きな人たちがずっとこう言いらせをしている。いや僕でもさ、あの、日本にスパイ防止法ができない理由が未だにわからないんですよ。あの、合理的な説明を聞いたことがなくて、 その、外国人の情報機関の人を捕まえると大変なことになるからっていう陰謀論以外に、あの、スパイ防止法を作らない理由がね、僕わからないんですよ。これ僕は、あの別に、あの、あのガチ用用のでもないはずなんだけど、でもやっぱりなんか、多くの国ってスパイ防止法的なものがあるんですよ。まあ、アメリカにしまうんでょうだから、それなんで作んないのっていうのが、なんか合理的な理由を未だに聞いたことがなくて、 反対してる議員は誰っていうと、反対してるのは自民党です。<laughs> 自民党と公明党がスパイ防止法を作りますって言って法案出して、で、多数派を占めてるから、自民党と公明党が、あの、そ、じゃ議会でじゃ破産性ですって言ったら法律になるので、なのでスパイ防止法に反対してるのは自民党と公明党です。でも、あの自民党の右の人たちは、スパイ防止法は野党が文句を言うからできないんだっていう嘘をついてるんですけど、 で、頭の弱い人は、それに騙されるんですよ。だから立憲民主党が再防止に反対してるからできないんだ。なわけはない。<laughs> 自民党が出せばできるんだから。だからね、不思議なんだよね。で、結局、あの、自民党で、あの、中国のカジノから賄賂200万円もらってましたっていう議員が出てきたりとか、やっぱり中国から金もらってる人自民党にいるよねっていうのは、 あの、普通に、こう、あの、刑事事件として明確になってるので、それはスパイ募集を作りたくないよねっていう。<laughs> なので、陰謀論とは関係なく、やっぱ自民党が作ってないよねっていうのが明確になってるので。 なので、なんか、スパイ防止法は作るって話をちゃんと進めた方がいいんじゃないかな、というふうに僕は思ってるんですけど。はい。なので、あの、もしその合理的にスパイ防止法を作らない方が良いという主張があるのであれば、ちょっと皆さん教えていただきたいんですけど。いや、だからね、そう、わかんないんでね、まあ、犯罪じゃないと思ってるんだったら、まあ、それはそれでいいかもしれないけど、まあ、なんかその可能性、中国様の可能性もあるかな、っていうね。 まあそう、やっぱ統一協会もその便利だから使うっていうのを自民党がずっとやってたので、ね、なでやっぱスパイもいた方が便利って思ってる政治家が自民党に多いってことなのかなって思うんですけど。いや、なのでちょっとね、あのスパイ防止法がね、ないり、そのなんか必要ないと考える合理的理由っていうのが未だにわからないので、もし頭のいい人がいたら、その日本がスパイ防止法を作らない合理的な理由を教えてください。 なんか不思議なんだよね。なんか一応今6955人いてコメント書いていただいてるんですけど、今のところなんか合理的なその自民党が作らない方が日本にとって得な理由を書いてる人が一人もいないんですよね。いやそのスパイ防止法を自民党の人たちが作りたくない理由はみんなそのコメントで書いてるんですけど、その日本にとってスパイ防止法を作らない方が良いっていう理由を書いてる人、今のところ一人もいないんですよね。<laughs> 自分もあちこち、スパイが権力に行った。なんか、なんかそうなっちゃうんですよね。なんか、その、スパイ防止を作らない方が日本にいいんだ。だからこうやって日本は成長してるんだ。だから作らないんだよって言われたら、あ,あそうなのかっていうのがわかるんですけど、なんか、ね、<laughs> 何なんだろうね。いや、不思議。だから僕ね、あの、その、 生死とかあんま興味ないんですけど、たまにこういう発言をするんですけど、だからなんか、逆になんでなのか知りたいっていう、その、なんか、あの、好奇心とか構造を知りたいになっちゃう、その。そう、だから結局ね、なんか陰謀論以外になんか思いつかないんですよね。不思議不思議。わからないです。はい、僕もわからないんで、あの、聞きたいですね。あ、だから石場さんに聞ける人がいたら聞いてみてもいいかもね。な,なんでスパイ防止法できないんですかっていう。